バイオエース11登場しましたよ。こういうやつなんだけどね。まあこれ一言で言えばバイオプロ11の後継機種的なやつだよね。で、この記事が特徴をよくまとめているので、これを最初にざっとチェックしてみます。バイオシリーズで初めてシムロックフリーの LTE 機能を内蔵と。で、樹脂筐体採用で LTE と無線 LAN の高受信感度を実現。それで強度が保たれているのであれば、その方が絶対いいっすよね。電波的には。LTE はもちろん無線 LAN の実行送受信速度も他社製品の数倍高速と。だそうです。重量が 920g から 940g。 これすごいよね。バイオプロ11より重くなってたりするんだけど、こういう風に VGA 端子とか有線 LAN 端子を持ってるんですよね。そういう重くなる要素を含みながらこの軽さを実現しているっていうのはすごいね。とキーボードやポインティングデバイスの使い勝手も良好と書いてありますけれど、全く当てにならないで、まあどこのメーカーもそうですけど、こういう数値で表すことが難しいところに関しては悪くなっていても改善したというのが当たり前なんで、なのでこれは実際に使ってみなければ何とも言えないです。まあ純粋にね、見た目だけで判断すれば、まあキーボードはバイオプロ11の頃よりはちょっとマシになったのかな。変わんないかな、大してな。若干キーボードの表面がへこんでお椀型になったのかな。わかんないな。タッチパッドに関しては相変わらずボタン一体型だしね、期待しない方が良さそうだね。ここに高精細タッチパッドって書いてあるんですけど、これ Windows 用語でして非常に意味が曖昧なんだよね。少なくとも高精細タッチパッドっていうのは検出精度の高い低いを意味するのではなくて、 Windows にどれだけ適合しているかと、こういういろいろなジェスチャーにどれだけ対応しているかということを示す指針みたいです。なので Windows のお墨付きがついているとか設定項目が多い可能性が高いぐらいの意味はあっても、タッチパッドが使いやすいかどうかとは全く次元の違う話なのでご注意ください。じゃあ値段はどうなんですかっつうとこなんですけど、これが意外にそれほど高くないんだよね。142,344円、税込みでしょ。ということは税抜きだと131,800円と。この値段ならばめちゃめちゃ納得の価格だよね。だってこれ LTE もついてるわけなんですからね。あ、でもバンドルパッケージなのか。ありゃま。現在バイオストアではバイオオリジナル LTE データ通信 SIM とのセット販売のみですと。そうじゃないとこの値段にならないんだね。だから単品の値段ってどれなんだ？なんかよくわかんないんだけど、個人向け標準仕様モデルは149,800円もしくは159,800円ですよと。いずれも税別ね。という感じなんだな。あ、なるほど。この3つのモデルが149,800円ですよっていうことなんだね。で、仕様を見てみるとだ、i5 で 4GB で SSD が 128GB で、で SIM スロットは持ってないよというモデルなんだね。つまり SIM スロットを持ってないモデルが149,800円。しかも i5 だからね、十分安いよね。で SIM スロットを持っているやつは1万円だかで収まってるんだ。これも随分格安だよね。いいなあ、やっぱりなあ。個人向け標準仕様モデルって Core i5 のモデルしかないんだけども、カスタマイズモデルだと Core i3 から選べんですよね。それだともっと安くなるはずで、それがここに書いてある123,984円ということなんじゃないかなと。ということなんで、これ結構有力な機種だな。まさかバイオさんがこれほど他社にガチンコ勝負できるモバイル PC 出してくるとは正直期待してなかったんですよね。てっきりウルトラニッチな隙間市場で生き残りを図るのかと思ってたんですけど、結構これは普通の人も理解できる機種ですし、魅力を感じる機種なのではないかと思いますよ。